バーバーで、お越しいただいてありがとうございます。雨降るかもしれないですけど、最後までよろしくお願いします。
がそばに、僕のそばに、そっと座っていてくれるだけで、言葉なんて必要ないと自分に酔っていたあの頃、気持ちよりも形なんだと気づかされてさよならを言われた女なんて、そんなもんさと友達に慰められたけど、男なんて体だけが目的だと言われてしまえば、心そこから見ていすることはどんな優等生でもできないはず、鍛えてないから成り行き任せで付き合えればいいね、お店の予約とか面倒だから勘弁して怒り出すくらいなら気の合うふりなんかしないで、もうこれ以上意味もなく苦しませないで、